じゃあ告知を、はい、早速ですが、もっと振った方が良かった、上手にね。ダイレクト。ごめんね。ごめん、今日の告知はどちらが、はい、はい、じゃあ三原さん、はい、告知を、はい。改めまして、KEC 教育グループ企画部の三原と申します。KEC 教育グループでは、大阪市がを中心に塾予備校を開校しているんですけど、実は、2021年から入試、大学入試大きく変わるんですね。うん、ね、はい、すごいみたいね。めっちゃ変わるんですよ。びっくりするっていうね。はい、今の高校1年生からめっちゃ変わるんですね。だから2年生がもし浪人したら、もう全然勉強をするあれがちゃうんだよね。で、気をつけてください。で、具体的にはちょびっとなんですけど、センター試験が廃止されて、大学入学共通テストというのが実施されるんです。で、大学入学共通テストでは、今まで以上に十分な知識を持って、考えて、多様な人々と共同していく姿勢っていうのを問われてしまうので、なるほど。そうなんです。より実践的な学びへ変化していくんですね。で、KEC では2021年、その入試対策に、入試改革に対応していけるように、AI 学習とか21世紀型キャリア教育プログラムを今年導入しました。なんか鉄腕アトムとかに教えてもらえそうな、そう、僕らの世代だったら今のコラはよくわかんないけど21世紀型で授業をより楽しく進化させています、うん、こんな感じで進化素晴らしいしていて、はい、ここでは伝えきれない情報もちろんあるので、少しでも興味を持っていただけた方は KEC 近畿予備校の事務局までお問い合わせいただけたらなと思います。はい、はい、検索やね。そうですね、 KEC と検索で、はい、はいはい、いけます、はい、はい、新しいのが載ってあるわけね。載ってます。どう変わるかとか、ね、もちろん、はい、人によって違うのでご相談いただけたらなと思います。今の悩みであったりとか、はい、対応させてので、まずはお問い合わせください。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい。なんか噂によると、宮田さん、今日で終わり？そうなんです。ラストタイム。ほぼほぼレギュラーやったのに。そうなんですか。そうなんですよ。なるほど、それほど、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、ほっとかなくていいですか。大丈夫か。誰かそこに。あの、引き継ぎ。また、あの、来月からも、ぐぐんとパワーアップ。して進化してやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後いいです、締めてください。 So if you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you, goodbye. はい。